チャレンジライブやってね。まだやってない人とか、今日どうだっけみたいな不安な人、とりあえずプロセカ今すぐ開いてください。お願いします。こんにちは、作部です。本日はですね、ちょっとね、変わったことをしようかなと。俺が普段しないことをしようかなと思ってて、今来てる青空に願う、Your Happiness ってやつあるじゃん。この、あんちゃんのウェディング姿のね、めちゃめちゃやばいね、イベントなんですけど、こっからかなぐらいかな、実装されました、新しいアイテムっていうのがありまして、ランキングは気にしないで、これ。めっちゃ上がりづらくない？今回。俺結構やってるんだけど、結構上がりづらいんだよね、今回。まあ、それは置いといて、交換書とかに追加されまして、アイテム一覧で見ようかな。はい、こちらですね。願いの雫ってやつなんですけど、まあ、こちらは詳細ある？あったあったあった。エリアアイテムに特定レベルアップにさせるのに必要なアイテム。うん、ありがとう。俺が今からこのアイテムについて、わからない方のために説明しようと思ったんだけど、もうこの通りです。皆さん、この この通りで、まあ、詳しく言うと、エリアアイテムっていうのは、今までね、上限がレベル10だったんですけど、上限解放されるようになって、11から何歩かぐらいまで 何歩かぐらいまで多分上がるようになったんですよ。で、まあ、10まではこのアイテム使わなかったんですけど、11からですね、こうやって、こんな感じでね、オルゴール強化する、奏のね、オルゴール 奏のオルゴールをね、強化するために必要になってくる。まあ、5個とか必要になってくるんですけど、で、初音ミクちゃんだとね、かける1とか、で、エリアアイテムだと15個ね、やばいんですよ。やばいんですよ、この数がね。で、今回のイベントで、どれぐらい入手できんのかっていうと、ちょっとこれが一番やばくて、まあ、いろいろアイテム交換してるんですけど、これ、5万なんすよ。はい。5万貯めるのって、周回しないといけないんですよ。結構。で、残り3つってなってると思うんですけど、15万ポイント貯めて3つなんですよ。さっきみんなに見てもらったのが、15個とか必要なんですよね。やばくない？ 消費量えぐくない？いや、これさ、俺びっくりして、残り10個ぐらいもらえるのかなと思ったんだけど、3つっていうね、かなりね、激渋なんですけど、まあ、これの理由についてはちょっと俺も分かんないんだけど、まあ、予想になってしまうんだけど、多分これって、エリアアイテムの強化のやつって、多分ね、エンドコンテンツみたいな、なんか長く楽しみたい方用みたいな、超上級者向けみたいな感じだと思うんですよ。なんで、まあ、ゆっくりやっていきましょうって意味では、おそらく3個とか、こんだけ5万のね、コインとかにしてるんだと思うんですけど、いやー、これやばいね。うん、消費量えぐい上に、全然くれないっていうね、しかも貯めるのめちゃめちゃポイント貯めないといけないし、俺結構、何回ぐらいかな、4、5回？ 3、4回ぐらいやって8000ポイント今貯めてるんですけど、いや、これね、結構やんないといけないんで、大変ですね、これ。で、せっかくね、俺5個持ってるんで、これちょっと強化しようかなと思いまして、かなでちゃんでもいいんだけど、俺やっぱエナなんが大好きなんで、エナなんね、強化しようかなと思って、今回、動画でね、強化していきたいと思います。今10なんで、レベルアップしましょうかね。よし。え、待って、お金がねえんだけど。